いやでもこれ楽しみだね、どうなるのかね。どうな、じゃあこのバスが、あ、バスが楽しみだ、あ、まあ、また公表企画でまたやらないかもしれません。すごい愉快な仲間たちで第2弾でなかなかこんだけの運転手集まってやることないから、だからトラックも好きならやっぱりだからデコトラとバスの来る周回に行けば、それは外車のバスも来るし、本当に古いバスもボルボとかやっぱり来るし、それに参加、多分つながってると思うんで、いいと思います。バスあるんで参加条件は満たしてるんで、これで乗り入れてくる、多分すごいデコトラもいっぱいいるだろうし、すぐパーキング入れるか、サービス入れるか、あ、よかったです。有名なんですか。そう、福井の人は冬水よかったです。11月からしか売ってない、11月から3月しか売ってない、ちょっと箱に入ったんですけど、献上品であって、うまいんですよね。でも、女形にあったファミリーマートしかなかったですね。多分でも売ってないかな。どっか道の駅、あ、道の駅で寄れば、うん、ナビついてるんで、あ、お願いします。このバスはね、人さえ足りてればもうちょっと人を呼べそうだよね。人足りないからさ。そういうこと。これ以上あれだけども、あのバス4台でもすごいね。とんでもないね。ちょっとした周回っすよね、本当に。羨ましがるよ、視聴者は。お前視聴者体験型もやらないんですかみたいな感じで絶対行きますよ、これ。羨ましいだろ、視聴者。スパイとかするでしょ。そうかしたら意外と、なんかね、そういう集まり増える可能性出てきますよね。女性視聴者限定でオフ会すればいい。乗り切らないよ、5% でも。その時はもう、豪華に行こうかな。141を引っ張ってはないんだけど。ケインロープついてるから引っ張ればいい。いざという時は引っ張って直してもらえるかもよ、ここで。ホイさんの運転で帰ります。全部じゃない、あ、そうなん、あ、逆光だ、あ、逆光撮れてるかわかんないけど、まあいいよ、画面確認できんからね。そう、まあまあでも楽しいツアーやったね。楽しいツアーやった、うん、みんな、みんな嬉しそうやった。それからね、演奏気分で、うん、いっぱい刺さった、いっぱい刺さった。何を
時はなんでやろ、バスじゃなくてもよかったよ。乗用車はちょっと嫌かなとは思うけど、たまたまバスの会社やったからバスの整備をするだけだって、そう、値段に行くと大変そうやからなっていうのがあって、なんか話してくると日付変わるまで帰れませんとか、そこまで働きたくないしなっていうのがあるからね。大型やっとって、そんな感じかな、あんまり遅くまで仕事がなさそうで、まあそんな感じですよね。変わっただけで、それでいいと思うけど、今のマスケットはちょっとまだまだ、うん、
っぽいなんじゃないの。